うわお、皆さんこんばんは。今日はあいにくの雨模様ね。こんな悪天候を吹っ飛ばすコメントをいただいてるのだ。海の幸コンプしてください。言っておくけど、海の幸は虫や魚と比べると楽勝だと思うわよ。海の幸の種類は虫や魚の半分だものな。でもほとんど捕まえてませんよね。とりあえず図鑑を見てみようじゃないの。そうだな、確認しておかないとな。レアものはほとんど捕まえてないようなのだ。まあそこそこやりごたえはありそうだけど、そんなに苦労する未来が見えないわね。そんなに簡単に終わっても面白くないから、条件をつけようじゃないか。何か面白い条件があればいいけど。見つけた海の幸は必ず捕まえるっていうのはどうかな。お金稼ぎにもなるし OK よ。それとコンプする前に収納がいっぱいになった場合、罰として収納拡張工事をするというのも面白いと思うのだ。収納を増やすのは罰なんかじゃないだな。も1000匹以内にコンプリートしないと恐ろしいことになるわね。いっぱい株の在庫を抱えない人からすると、収納を増やすことなんてただの無駄ですものね。収納を増やすとタヌキ開発が潤うんだよ。タヌキ開発が儲かったところで私には何も。辛そうなしずえさんの境遇はさておき、海の幸を取りに行くわよ。今の図鑑の状態なら何を取っても初見さんのような気がするから、楽しく素潜りができそうだぜ。早速第一気泡発見よ。記念すべき1匹目の海の幸は一体どんな生き物なのかな。全く逃げなかったから簡単に取れたけど。この子は水族館でも人気のチアナゴなのだ。簡単に図鑑が一つ埋まったわよ。簡単に埋まるのは最初のうちだけなのだ。あ、さすがにフジツボは図鑑に載ってるのね。フジツボはいつでも取れるイメージだぜ。ではではどんどん捕まえていくわよ。こいつはおなじみの高級食材だよな。ウニなんてめったに食べられないわね。ウニよりもこっちの海ぶどうの方が珍しいかも。確かに海ぶどうは食べた記憶がないわね。主に沖縄料理の食材だからね。沖縄料理店に行かないとお目にかかれないってことね。これは真珠を作るアコヤ貝だぜ。アコヤ貝をポケットにしばらく入れていると真珠に変わるって都市伝説があったわね。結局何日経っても変わらなかったな。おっと、またまた初見さんよ。アワビは高級食材なのに買取価格は2000ベルなのだ。タヌキ買取価格だから仕方ないわね。お、なんか変なものが取れたな。ホヤって一体何なのよ。ホヤとは捕獲動物に属する海産動物の総称なのだ。説明を聞いても意味不明ね。おう、ホタテが出たということは。ラッコちゃんの登場ね。恋愛とは闇の中を危機として歩むことである。恋愛？何それ、美味しいの？海の幸の方が美味しいに決まってるじゃないか。こんな感じで今回はたびたびヤコスケさんが登場しそうな予感なのだ。ラコスケのありがたいお言葉はいつも難解で困るんだよな。あれれ、シャコってまだ取ってなかったのね。そういえばシャコはめっちゃ美味しいってコメントかなり前にいただいてたな。あ、真珠取っちゃった。真珠はかなり激レアだぞ。レームさんが今追いかけてるのはかなりの大物なのだ。普通に追いかけても全然追いつけないわね。こういう場合は泳いで追いかけずにゆっくり近づくのがおすすめだぜ。追いかけると端っこまで逃げていってしまうのだ。お、ちょうどいいところで潜れたわ。きたきたきたー。宝飾貝は買取価格1万5000ベルの激レア生物らしいのだ。南半球1月はもう攻略できたも同然ね。レームさんまだ取ってない生き物がいっぱいなのだ。え？そうなの？ガザミですらまだだったのか。まだ手強い相手が残ってるの？大森ダコとダイオウグソクムシが結構手強いと思うのだ。なるほど、まだ勝負は始まったばかりということね。あ、またオオシャコガイを捕まえるなんて。オオシャコガイっていうほどレアじゃないんじゃないの？一応防攻略サイト調べだと一番のレア度を誇ってるのだ。ちなみにダイオウグソクムシも超激レアらしいから気をつけるのだ。まあ大したことないんでしょうけどね。ミズクラゲもまだ取ってなかったんだな。ミズクラゲはどこにでもいるイメージなのにね。ここでちょっと収納の状況を確認するほどでもなかったな。まだ1000近く余ってるし、よっぽどのことがない限り収納を増やすことはなさそうね。じゃあ海の幸を売ったお金で収納を。断る。即答だな。も考えるまでもないわ。こりゃまた変な生き物だな。パイプウニって全然ウニっぽくないわね。パイプウニって食べられるんでしょうかね。やっぱりしずえさんはそこが気になるんだな。調べた結果、大きい割に一般的なウニより食べられる部分が少なく、ちょっと薄味みたいなので食用には向いてないみたいなのだ。それはちょっと残念ですね。ウニにもいろいろあるんだな。美味しそうな食材来たー。車エビは本当に美味しいぜ。殻が硬いのが少々面倒なんだけどね。トゲトゲだから結構痛いしな。レーム酸素のムール貝で南半球1月今の時間帯で取れる海の幸は大盛りだくだけになったのだ。グソクムシは別の時間帯なのね。あとはカブトガニもいるんだけど、その3種類を一気に狙える五目寺以降に移動するのがおすすめなのだ。ここは我慢してコウモリダコを一匹に絞って狙っていきたいわね。効率を考えるとどっちがお得なんだろうな。まああとコウモリダコだけなんだし、すぐに見つかるでしょ。そうだな、無理に動くこともなさそうだな。これはもしかしてもしかするわよ。激レアな気泡か。またオシャコガイじゃないの。
今日はオオシャコガイが大量だな。欲しいのはオオシャコガイじゃなくてコウモリダコなんですが。コウモリダコの方が出やすいみたいなのだ。攻略サイト情報だけどね。出にくいはずのオオシャコガイがまた出た。こりゃやっぱり夜の9時に移動した方が効率がいいんじゃないかな。わかったわかった、私もそんな気がしてきたわ。気がつけば残り収納数が900を切ってるだな。もだって全然コウモリダコが出てくれないんですもの。それでは午後9時。あ、今前転飛び込み失敗したな。見逃してちょ。そんなことよりもコウモリダコよ。さっきも言ったけど、ダイオウグソクムシの方がレアなのだ。先にコウモリダコを見つけたいわね。カブトガニはあっさり取れたな。生きた化石とはいえ、つもりの中じゃ全然レア扱いじゃないのだ。レア度を決めてるのは完全に開発者さんのさじ加減だものね。おお、久しぶりの激レアな気泡発見じゃないか。コウモリダコかな、グソクムシかな、どっちかな。どうやらそのどっちでもなさそうだな。オオシャコガイはもういらないんですが、まだまだ収納は余裕なんだから気楽に行こうぜ。レア物の気泡だけを追いかけたら、コウモリダコもダイオウグソクムシも楽に捕まえられるんでしょうけどね。いやいや、そう簡単にレアな気泡って出るもんじゃないんだよな。気泡を見つけたら全部取ってもらうのだ。勝手なルール変更は許しません。なのだ。ですよねー。収納はどんなもんだ。残り800と少しあるからまだまだ大丈夫よ。まだ800以上も空いてるの。コウモリダコはずーっと出ませんように。そんなこと言うとまた人気が下がっちゃうわよ。うおー、霊夢さん頑張れー。応援の仕方がしらじらしいわ。霊夢もしかして慎重に動いてるということは、タヌキチの応援のおかげでレア物の気泡を発見したわよ。それはダイオウグソクムシだな。もこれで今日狙わなくっちゃいけないのはコウモリダコだけになったわね。コウモリダコよりもレアな方を先に取っちゃったな。難しい方が先に終わったから儲かったも同然でしょ。私は結構コウモリダコに苦戦した記憶があるんだが、マリサの場合は素潜りから逃げてたから全然捕まえられなかったんでしょ。だって素潜りするのめっちゃ面倒なんだもん。そういえばマーメイドカブのレシピ集めも全然やってませんでしたよね。あはははは。あ、これは泳いで追いかけても追いつけないやつだわ。とうとうコウモリダコを捕まえる時が来たか。もういい加減別の月の海の幸を狙いたいからコウモリダコであってほしいわね。さあコウモリダコは取れるのか。残念、ダイオウグソクムシだな。もこら喜ぶな、タヌキチ。大丈夫か、レイム。疲れてないか。確かにちょっと疲れたかもね。だからといって休んでるわけにもいかないでしょ。今ヒレ付き魚影がいたような気がするけど。そんなものどうだっていいわよ。あんなに喜んで釣りをしてたのに変わっちまったな。釣りも虫取りもしばらくしたくないかな。今は海の幸にしか興味ありません。これは海の幸をコンプしたら素潜りにも興味がなくなりそうなのだ。勘のいいずんだもんね。まあ普通に素潜りやめちゃうでしょうけどね。素直でよろしい。さて何が取れたかな。なんか光ってるってことは、コウモリダコゲットしちゃった。これで南半球1月のノルマクリアなのだ。では次、3月に出る海の幸を狙うのだ。それじゃあ霊夢さん頑張ってくださいね。それで3月は何を狙えばいいの。ティアムシ、オウムガイ、オイスター、甘エビなのだ。それでどれがレアなの。どれもレアじゃないのだ。ボーナスステージじゃないの。あ、またラッコのラコスケが。人は人を通じて自らを知る。ちょっと何言ってるかわからないわね。今の霊夢には海の幸しか見えてないみたいだな。初見さんっぽいのを発見。その子がヒラムシなのだ。なんかよくわからない生き物ね。ヒラムシとは変形動物ウズムシ子、ヒラムシ目の動物の総称らしいのだ。そういう説明されても全くもって意味不明なんだけど。僕もよくわからないので有識者の方がいれば説明よろしくなのだ。積んだもんまでサジを投げちゃった。それだけ一般的ではない生き物ってことなんだな。おっとおっと、すごいものが取れたわよ。オウムガイじゃないか。オウムガイを見るとアンモナイトを思い出すのは私だけかな。私はこっちを思い出すんだが。知らんがな。収納はまだ740ほど残ってるんだね。ここで収納がいっぱいになることはないからね。あ、甘エビを取ったということはあと一種類なんだね。レア物を取らなくていいから3月は激ヤマね。海の幸全体を見てもあと8種類だけなんだな。ちょっとコウモリダコで手こずった時はどうなることかと思ったけど、もう収納を増やす必要はなさそうだからタヌキチは寝てて大丈夫よ。いやいや、まだ諦めてないだな。もゲーム酸素のオイスターで3月のノルマクリアなのだ。それじゃあ移動ね。ではでは皆さん、南半球6月にやってまいりましたよ。雪が積もっちゃってるわね。北半球でいうところの12月だものな。それで今月の狙い目は、センジナマコ、イセエビ、ロブスターに回廊洞穴、タラバガニなのだ。なかなかヤバいのが揃ってるじゃないの。どれもこれもそれなりにレアだから苦労するかもなのだ。今追いかけてるのはレアものっぽいが、逃げ足が早かったからね。おっとおっと、早速伊勢エビゲットじゃないか。これはかなりついてたわね。おお、またまたラッコのラコスケ登場だぜ。川は船を運ぶが時に船を沈める。役に立つものでも時には脅威になるってことかしら。今回はラコスケの言葉をちゃんと考察したな。だって調子がいいんですもの。レアものがすぐにゲットできたものな。
マリサコの気泡もかなり怪しいわよ。勢いよく出てたのか。ほら見てほら見て。その子は回廊洞穴なのだ。こりゃまた説明を聞いてもよくわからない系の生き物かな。そうだね。わかりやすく説明するのは僕には無理なのだ。詳しく知りたい人はググってね。説明するのを諦めた。霊夢またまたレアな気泡発見か。レアな生き物の種類も多いせいかレアものがいっぱいいるっぽいわよ。冬の海の幸はかなり暑そうだな。でもこれってさっきも取った伊勢海老じゃないの。買取価格は5000メルなのだ。もうちょっと高く買い取ってくれてもいいのにね。虫とか魚みたいにレックスやジャスティンに買い取ってもらえないのが海の幸の残念なところだぜ。海の幸の買取はタヌキ商店にお任せだな。も任せたくないんだけどね。それにしても全然レアものが出なくなってきたな。そんなに甘くはないってことなのね。お、久々のレアものの気泡発見だな。若干逃げ足が遅い気がするけど。またまた伊勢海老だぜ。ひょっとして伊勢海老ってそんなにレアじゃないのかもね。攻略サイトの情報も当てにならないことが結構あるからな。私の体感では伊勢海老はレアじゃないかな。おお、レアな気泡発見か。初見さんであってほしいところなんだけど、明らかに回廊洞穴だな。ちなみに回廊洞穴と千字ナマコは滅多に見かけない。伊勢海老、ロブスター、タラバガニ、ズワイガニはあまり見かけないって書かれてるのだ。レア度にも段階があるってことなんだな。回廊洞穴をやっつけちゃってるからあとは楽勝よね。意外とタラバガニが手強いかもだぜ。マジで？霊夢さんもうそろそろ収納が残り600になっちゃうね。まだまだ余裕でしょ。ほらほらレア物の気泡を発見したことだし、タヌキチはおとなしく置物になっててくれてよくってよ。おお、その大きな爪は。やったね、ロブスターゲットよ。いやいやまだ諦めないだな。もあとはタラバガニと千住ナマコだな。海の幸全体ではあと4種類かな。他の季節でまだ取ってないのはホタルイカとタカエシガニなのだ。それはそうと滅多に見かけないはずの回廊洞穴をまた見つけたんだけど。回廊洞穴の滅多に見かけない説は眉唾物だぜ。あ、真珠拾っちゃった。真珠は何個拾っても嬉しいよな。10個集めるまで終われませんとか絶対やらないからね。告白してないのに振られたみたいな感じだぜ。千住ナマコもタラバガニも全然見つからないじゃないの。タラバガニは本当に出にくかった気がするぞ。また真珠を拾ったんだけど、霊夢かなりついてるな。そんな月はタラバガニと千住ナマコに使いたいんだけどね。また回廊洞穴じゃないの。ここに来て図鑑梅の停滞助かるだな。もそんな発言をして嫌われても知らないからね。僕はもう彼は批判的なコメントなんて気にしないだな。も昇魂たくましいタヌキね。あとちょっとのところなのに全然進まなくなったじゃないの。まだ取ってないのが出ると信じて海の幸を追いかけるしか攻略法はないぜ。それって攻略法って言えるのかしら。霊夢またかまた回廊洞穴なのか。うちの島には滅多に見かけないものがいっぱいいるわね。まあこの気泡もどうせ回廊洞穴なんでしょうけど。霊夢がやさぐれてるぞ。マリサマリサマリサ、ついにタラバガニが来たな。あとは千住ナマコを狙うのみね。霊夢さん言っておくけど、千住ナマコは他のレアものと違って発生する気泡が小さいらしいのだ。じゃあ小さい気泡を狙い撃ちすれば。見つけた気泡は全部追いかけるというルールに違反するのでダメなのだ。ですよねー。ここからレアな気泡を見つけても喜べないんだな。ただ追いかけるのが面倒なだけじゃないの。伊勢海老を料理できれば嬉しいんですけどね。他のカニも料理できればね。それはそうと全然千住ナマコって見つからないんだな。マリサはどうだったの？捕まえるのに苦労した？狙って素潜りしたことないから記憶にないな。マリサの体験談を聞いて頑張ろうと思ったのに役に立てなくて申し訳ないぜ。狙ってないからなのか何なのかわからないけど、レアな海の幸がいっぱい取れるんですが、世の中こういうものだから気楽に行こうぜ。あ、はいはい。いっぱい捕まえた海の幸を全部売るのも楽しみね。それはそうと霊夢さん残り収納数が500切っちゃっただな。も500切ったからなんだっていうのよ。あと3種類でコンプリートなんだから潔く収納を増やすことは諦めなさいよね。だって霊夢さん千住ナマコにすごい苦戦してるご様子だからね。これは期待せずにいられないだな。も霊夢この状況で釣りか。だって桟橋に怪しい魚影がいるんだもの。あ、カジキを釣っちゃったな。カジキを釣ったのに運の無駄遣いをした感じがしてちょっとショックね。その回廊洞穴も運の無駄遣いだな。もじゃあこの真珠も運の無駄遣いじゃないの。千住ナマコ以外のレアものならいっぱい出るのにな。もしかしてうちの島は千住ナマコは実装してないんじゃ。ちゃんとアップデートは最新のものだぞ。そうだと思ったわ。霊夢さん収納がもう400と少しだな。もそんなこと言われなくてもわかってるわよ。霊夢本当に大丈夫なのか。はいはい、収納はまだ380ほどあるからね。それにこんなにいっぱい美味しそうな海の幸が取れるのよ。完全に千住ナマコ沼にはまって抜けられない状態じゃないか。ほうほう、千住ナマコってそういう形をしてるのね。知らなかったわ。それじゃあ張り切って素潜りを続けるわよ。回廊洞穴どんだけ取れるんだよ。その理由が知りたいのは私の方なんだけどね。レアものは出るけど成果は得られずだな。あ、伊勢海老食べたくなってきちゃった。リアルな世界だと高くて無理だな。ですよねー。
霊夢さん、残り収納数が300だなも。そろそろ収納を増やす準備が必要だなも。私は残り収納数がゼロになるまで諦めないわよ。今まで数々の奇跡を起こしてきた霊夢だからギリギリになってから力が発揮されるかもだぜ。いざとなれば地方を厳選して。幽霊班は絶対ダメだって言ってるのだ。残り収納数は224だなも。まだ心配する段階じゃないわよ。霊夢これで残り収納数が200を切っちゃったぞ。勝負はまだついてないんだからね。うおー、真珠ゲット。真珠は10個スタックできるから収納を圧迫しないんだよな。さあ残り収納数も155ってことだからそろそろ本気モードよ。霊夢さんの本気がこちらだなも。何嬉しそうに喋ってんのよ。そろそろ収納拡張工事の現実味が帯びてきたからね。それにしてもすごい量の海の幸ですね。こんなにとっても出ない千住ナマコ、恐るべしね。というわけで収納数が残りわずかなんだけど、見つけた気泡は全部追いかけていくわよ。それでこそ霊夢さんなのだ。だからといって全然諦めてないんだからね。さあみんなの敵に備えなさいよね。本当に霊夢さんは奇跡を起こすことができるのかな。さらばが苦い。はい、取れましたとさ。残り収納数は48だなも。というわけでマリサの島にお邪魔するわね。この作戦基地と出るか京都出るかだな。もう来てしまったから後悔はないわ。ポケットがいっぱいになる前に千住ナマコを捕まえないと大変なことになるのだ。まだタカアシガニとホタルイカを取らないとダメだからね。戦況はかなり僕に有利だなも。あー、霊夢もしかしてマリサの島で素潜りして失敗だったわと、とうとう残り収納数が8だなも。うおー、こんなところで負けるわけにはいかないのよ。勢いよく捕まえてるけどおなじみの海の幸ばっかりだぜ。これで負けなのね。だなもだなもだなも。千住ナマコはまだ諦めないけど、タヌキチまずは90万ベル受け取りなさいよね。毎度ありだなも。言っておくけどあと1回収納を拡張できるだなも。丁重にお断りします。当然わかってると思うけど見つけた海の幸は全部捕まえないとダメなのだ。やっぱりそうなのね。ここでまたまたラッコのラコスケが。手っ取り早く友になるために重ねるグラスもある。グラスを重ねると友達ができるんだって。で、グラスってどうやって重ねるんだ？そういう難しいことは私に聞かないでもらえるかしら。収納を増やしたからすんなり出てくれると思ったんだけど、やっぱり千住ナマコさんはそう簡単に出ないってことなんだな。いい加減疲れてきたから早く素潜りを終わらせたいんだけど、霊夢変なものを手に持ってるじゃないか。あ、これが千住ナマコなのね。霊夢さんおめでとうなのだ。もう少し早く出てくれればよかったのに。ではでは皆さん南半球9月です。霊夢さん海の幸コンプリート目指して頑張ってくださいね。あと2種類捕まえれば終了なのよね。ホタルイカは簡単に出るみたいだけど、タカアシガニは千住ナマコと同じで滅多に見かけないというレアリティだから、十分な心構えが必要なのだ。また真珠ゲットしちゃったわ。これだけ真珠が取れるってことはそれなりに海の幸を捕まえてるってことだよな。もう1000匹は超えちゃってるからね。おお、ホタテを取ったということは、これが最後のラコスケになってほしいわね。心の金山を直したければその色眼鏡を外せばよい。今回のラコスケはいいことを言うな。心に色眼鏡をしてない私には全く響かない言葉ね。なるほどな。それだけ純粋ってことなのよ。おお、この輝きはホタルイカじゃないか。霊夢さん残すところ高い石谷だけになったのだ。最後の最後でドハマりは避けたいところだけど、まあ千住ナマコの前例があるからなんとも言い難いな。収納にまだまだ空きがあるから僕は何も言うことがないだなも。だったら黙ってなさいよね。っていうか全然レア物がいないんだな。あ、やっとレア物を発見したわよ。いやいやまさかこんな簡単にタカアシガニは出ないと思うんだけど、マリサこの髪の大きさは、タカアシガニゲットよー。長い戦いもこれで終止符というわけか。今回は本当に千住ナマコに苦労させられた回だったわね。あとは取った海の幸を売っていくらになるのか確認なのだ。海の幸はジャスティンとかレックスに売ることができないから、景気アップ条例に変えておいたわよ。売るシーンはめっちゃ長くなったのでカットだぜ。きちんと全種類博物館に寄贈は済ませておいたわよ。ベル袋の数は少し物足りない気がするけど、果たして結果は199万9320ベルだったぜ。収納を拡張するのに90万ベル使ったからそれほど儲からなかったわね。かかった時間含めて稼ぎとしては微妙な感じだぜ。ここでファンアート紹介コーナーなのだ。今回のファンアートはマイデザインなのだ。マイデザインのファンアートは珍しいわね。こうやってマイデザインにしてもらえると僕も嬉しいだなも。収納拡張とどっちが嬉しいんですか？もちろんマイデザインの方が嬉しいだなも。マイデザインはプライスレスだからね。お行儀のいいことを言うのは今回だけのような気がするけど。そんなことないだなも。次回もよろしく。もももも。